やっていきたいと思います。ってことで秋の月7日目、さあ今回も水やりをやっていきますか。びっくりした、何がおるんかと思ったココアか。ココアね、家に入れても入れても自動的に出てくるよね。はい、違う、そっちの方向じゃないんだ。なんか思った方向に行ってくれんことがちょいちょいあって、これ2回目はどれぐらいで、あっという間にできるやん。2回目、2、3日でできるってことか。なるほどね。そっちじゃねえ。そっちじゃねえ。ふぅ。ね、この置いとるかかしってさ、別に何も効果はないんかな。見た目？見た目ですか？あー、なでしこがまだ出来上がらない。早くなでしこを完成させて、ラムちゃんに渡さなければいけないんだけれども。なでしこを欲しがっていたから。そう、コッコの、ちょっと待って、私、餌。あ、そっか、お金が足りんくて買ってきてなかったんやったっけ。そう、コッコの餌もちょっと買い足さんといかんし、ココアも撫でておかねば。あ、猫とかその辺おるかな。あ、ラムちゃん、どうも。なでしこ手に入るよ。秋の17、あと10日もはかからんと思うけん、大丈夫、大丈夫。で、ミミコは？ミミコはいないんすか？あれなんよね。ミミコだけちょっと、表示されてくれんけんさ、こう、マップ上に。どこにおるんだか全くわからんのよね。辛い。前回収穫した分、とりあえず、出しておこっか。出荷しておこ。ってことで、前回分の12個をとりあえず、出して、置きまして、こっ。違う。B ボタンを押す必要なかったね。さあ、これで、あとは野生の動物たち。と、はい、猿。お猿さんやー。あれなんよね、誰やった？ビーナさんか。あ、めっちゃ通り過ぎよ。はい。お、さつまいも気に入ってくれた。よしよし。なるほど。なんかその、ビーナさん。ビーナさんの有効度を上げて、宝箱を開けていただきたいんだけど、あれは？ビーナさんに話しに行くだけでいいんかな？宝箱を開けてもらうというのは。お、いたいた。今日はすぐに見つかったね。なんか思うけどさ、猿の時と、熊の時、ハートの数違くない？猿の方が有効度上がりよるってことかな？熊はなんかちょっと微妙な。あ、もうすでにウサギが現れとる。やっほー。よしよし。ほら、ね。熊、なんか熊だけ有効度上がりにくいんかな。まあそりゃ有効度がそんなね、上がるような動物ではない気はするけども。気はするけども。さあ、とりあえずお昼寝で、12時ぐらい。これで動物屋さん開く？動物屋というか、鶏屋さん。よいしょん、何リス？こんなところにリスがいる。ねえ、君どこから来たんだい？めっちゃ可愛いんだけど。びっくりした、近寄ってきたんかと思った。ストーリー、あれ、何追いかけてる、もしかして。かわいそうだからやめて。のび太、今こっちにリスが来なかったか？こんな小さいやつでさ、すばしっこいのなんの。リスはわかるよ。どうしてリスなんか追いかけてるのさ。あのリス、俺様の作った机をかじりやがったんだ。とっ捕まえて懲らしめてやる。やめてよ。かわいそうだよ、かじったくらいでさ。さては、のび太、リスの居場所を知ってるな。早く行った方が身のためだぞ。スネ夫はなぜそんな。そんな。リ
リスはどっちに行ったんだ？あっち。あっちに行ったよ。よし。わかればいいんだ、わかれば。じゃあな。あ、ジャイアン待ってよ。逆方向に行ったね。やれやれ。とんだ災難だったね。でも机をかじるのは良くないよ。ねえ。君、お家はどこだい？そうだ。ジャイアンたちに見つからないように僕が届けてあげるよ。優しい。人の言葉わかるの？ほら。おお、かわいい。さあ、ここならもう大丈夫。仲間たちのところにお帰り。めっちゃおるやん。もう悪さしちゃダメだぞ。人の言葉を理解しているリス、素晴らしいね。そのシーンをジャイアンに見られたりとかはないんや。木こりの森やし、しかも危険すぎない？だって多分すぐ近くに。あー、今おらんかすぐ近くにジャイアンがいてもおかしくないような状況だったけれど、でっかあの蝶でかさ。あ、ちょっと待って、水やり。ここ収穫したけんできてないことになっとるわ。もう一回ちゃんとやっとこう。そっち向きじゃないんだ。よしよし。はい、これで OK でしょう。水やりだけで疲れてきたとかどんだけだよ。そんな重、まあ重労働か重労働かもしれないけれども、鶏屋さん、餌をくださいな。どうも。あれ、どこ行くの？元気よ元気。あれ、カウンター越し、うてカウンター越しに話せないのか。あら、よく来たわね。自慢鶏たち見ていく？鶏を見るというよりは、まあ、あの、餌をください。とりあえず10個。おやつも買っておいた方がいいかな。10個ほど。ああ、お金がない。ああ、お金がないよ。つらいよ。さあ、それじゃあ、お、どうも。なるほど、いいね、お出かけ。常に困り眉なんよね。お兄さんと正反対って感じ。リナさん、現れたかな？もうお昼やし。多分起きたらあの場所にいるはず。なんかあれやね。現れる蝶とか、場面切り替わったら全然違う。あら、伸びたじゃない。やっぱり一年で一番過ごしやすいのは秋ね。それは思う。なんか夏と冬の間の秋ぐらい。冬寄りの秋は寒いし、夏寄りの秋は暑いし。あ、でもリナさんもハート青になったけど。青になったけど。ああ、間違えた。青になったけど、それでもやっぱり、あんな感じなんやね。特に何があるわけでもなくって感じ。こんにちは。お昼ご飯はまだ食べてないです。あれ？てか、あれ？みんなは？他の。いないね、家の方には。ん？お店の方かな？でもまだ空いとる時間じゃない気がするけど。そうなんよ。ああいうさ、個人の家の中とかでも、結構、あ、おった。あら、のび太くん、秋よ。気持ちいいわね。あ、ここでこんなのが見れるというのは私は今知ったんだけど。え、今知ったんだけど、なにこれ。育った作物が余ったので欲しい人あげます、ランチ。剣が全部持っていったのでもうないです。なにこれ、なにこれ。え、じゃあもうひっぺがしとけばいいんじゃないかな、そのお知らせは。なぜいつまでも貼っているのだろうか。必要？あれ。書き足したんかな、後から。あれ、静香ちゃんがおらん。静香ちゃん、いつも思うけど病院でうるさいよね、のび太。おお、おった。のび太さん、もしよかったら、今忙しいの。じゃあね。まだ何も言ってないのに。静香さん、よろしくね。お、用事も言えなかった。のび太くん、静香さん何か用だったの？天気がいいからお散歩でもどうかなって思ったんだけど。
そうね、すぐ戻ってくると思うけど、よかったらここで待つ？そうしてみるよ。私は、そうだわ。中に戻ってる。仕事があるから。本当にあるのかよ。仕事忙しいのかな。でもいつ見ても患者さんがおるようには見えんねやけどね。静香ちゃん、のび太さんまだいたの？すぐ戻るって聞いてたから。よかったらお散歩でも。よくこんな仕事がバタバタしてる時に散歩とか言えるね。静香さんお帰りなさい。ただいまセルーナさん、他にお使いはないかしら。ええー、そうね、雑貨屋でお買い物をお願いしようかな。私に任せて。セルーナさんは何をしているんだ。すぐ戻ると思うから。そんなさっきからセルーナさん先生のところにいるだけにしか見えないんだけど。はあ、大変そう。セルーナさん戻ったわ。お帰りなさい静香さん。次は森の方で薬草を摘んできてほしいの。ゆっくりでいいから。ゆっくりでいい、急がなくていいな。待ってよ、僕も一緒に行くよ。まあね、待ってても無駄そう。静香ちゃん待って。のび太さんついてきちゃったの？まるでストーカーのよう。静香ちゃんとお散歩行きたくて。そうだったの、置いていっちゃったみたいでごめんなさい。そんなことはいいんだ。それよりもひどいのはセルーナさんだよ。さっきから静香ちゃんお使いに出かけてばっかりで休む間もないじゃないか。ちょっとなんで笑うんだ。いいなよのび太さん、こればっかりは仕方がないもの。仕方ないなんておかしいよ。セルーナさんもなんだかおかしなことを言ってたし、なんだか怪しいぞ。怪しいことはないのよ、心配しないでのび太さん。静香ちゃんがそう言うなら、せっかくだから薬草を摘み、のび太さんにも手伝ってもらおうかしら。ゆっくりしていいって言ってたし。本当？逆についてきて手伝わないってなんだって感じだけどね。楽しみましょう。まあ要はあれだ、スルーノさんはロコットさんと二人で一緒にいたいっていう。いやしかし仕事中にそれはどうかと思うんだ。だってねえ、仕事に集中しろよって感じやん。セルーナさんはあれやろ、ロコットさんとのおしゃべりを楽しみたいというだけやろ。いやーよくない、そういうのはよくないよ。ドラえもんも忙しそうだな。なんだなんだ、のび太だけが暇みたいな。つらー、みんなバタバタしてるね、のどかな村だというのに。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、てことで、え、なんやろ、これからあれかな、病院では恋の発展が見れるということか。そしてキューピッドの静香ちゃんが